もう、早く台湾に行きたいわん。どうも、日いずる国 TV のお時間です。私もうっかり見落としていて、数日前の内容にはなりますが、台湾にてこんな素敵なことがあったみたいです。早速、フォーカス台湾の記事からご覧くださいませ。日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会は、10日、日台の友情を示す映像を Facebook で公開した。同協会は、初の日台友情映像だとしている。動画の最後には、同協会の泉博康台北事務所代表、大使に総統が登場し、Always Team Mates、ずっと仲間と、日台の友情が末永く続くことへの願いを覗かせた。12日に、旧正月、春節を迎えるのを前に公開された。同協会は投稿で、昨年、ハアタイ族台湾好きの人と、ハアリー族日本好きの人は、みんな、第二の故郷に帰れなかったと、新型コロナウイルスの影響で、訪台や訪日が叶わなかった人々を思いやった上で、でも、日台の気持ちが冷めることはない。会えない時こそ、かえって相手を思うようになると、絆の強さをアピールした。1分間の映像では、日本と台湾それぞれの地で、同じことをしている人々の姿が、画面を左右に2分割する形で映し出される。登場するのは、リモートで誕生日を祝う男女や公園で遊ぶ親子、日本の居酒屋と台湾のルーチャオ店でビールを飲む会社員、日台の野球少年など、Always Tender いつも思いやる、Always Together いつまでも一緒などのナレーションや字幕も挿入される。同協会は今年で東日本大震災発生から10年を迎えることから、当時多額の義援金を日本に寄せた台湾に感謝の気持ちを伝えるのを目的に様々な行事を行うとしている。先月23日には台北市の超高層ビル台北101に日台友情などの文字を映し出すライトアップを行った。また、震災後の日台の友情の10年を振り返ろうと関連のエピソードや写真を募集している。来月14日までとの内容です。日本台湾交流協会が初の日台友情映像を公開したということで、こうやって動画の形で絆を表現するのもいいですよね。映像は英語と中国語の字幕が付けられていますが、イメージ的に誰にでも分かりやすい構成になっていて、動画説明欄に URL を貼り付けておきますので、ぜひ覗いてみてくださいね。今回話題となった日本台湾交流協会は、もともと1972年に設立された団体らしく、2017年1月1日に名称変更して再スタートを切ったようですね。協会の公式ホームページによると、日本台湾交流協会は東京本部と台北事務所、高雄事務所から成り立っており、我が国政府との緊密な連携のもと、外交関係のない台湾との間の実務関係を処理するための各種業務を行っていますとのことです。実はこの日本台湾交流協会を通してお互いに様々な支援が続けられているようで、コロナ禍の昨年にも日本に救いの手を差し伸べてくれてましたよね。あの時日本では不足していたサージカルマスクを台湾側の台湾日本関係協会を通じて供与していただき、しかもマスクの入った荷物は台湾日本友好、日本加油、頑張れ日本などと書かれた横断幕や張り紙に包まれていましたから、その場に居合わせていなくても泣いちゃいますよね。また日本国内の各主要都市が緊急事態宣言下の昨年5月にも、台湾では日本統治時代に台湾の水利事業に貢献した日本人技師八田余一氏の慰霊祭が8日、八田氏が建設を主導した台南の烏山島ダムの近くにある八田夫妻の墓前で行われ、日本からの参加者はいなかったものの、慰霊祭の後には八田氏ゆかりの石川県金沢市、加賀市などにマスク計100万枚、防護服1000着を寄贈していただいています。
さらに八田余市文化芸術基金会の理事である久喜氏は、私たちはすでに日常生活を取り戻しつつあるが、日本の皆さんはまだ新型コロナと戦っている。少しでもお役に立てられたら嬉しい。というメッセージまで。未だにこういう言葉が自然に出てくるのも、今の日本人というより先人たちの現地での生き様が語り継がれている証拠ですよね。残念ながら日本政府は正式に国家と認めていないにもかかわらず、こんなにも好意を向けてくれるのは嬉しい限りです。情けない今の日本の対応としては少し複雑ですね。さらに先日東北で大きな地震がありましたが、蔡英文総統はすぐに支援を申し出てくれましたよね。個人的にもリツイートさせていただきましたが、その内容もご覧くださいませ。福島県と宮城県を中心とした震度6強の大きな地震が発生しましたが、日本の皆さんが無事でいることを信じています。今まで何度もお伝えしてきましたが、これからも日本を応援する気持ちが変わることはありません。日本の皆さんにとって支援が必要であれば、いつでも台湾は駆けつけます。毎回何か日本で災害や困難があるたび、感謝しかありませんね。また台湾副総統である頼清徳氏も同じくこんなメッセージをしていただきました。昨晩日本の福島県沖で地震が発生し、心配しています。台湾でも最近地震が続いています。台湾と日本の友人たちの無事を祈っています。対する日本もヒゲの隊長こと佐藤正久議員が台湾政策プロジェクトチームを立ち上げたことを先日 YouTube にて公表されていましたが、皆さんもご覧になったでしょうか。恥ずかしながら私は気づくのが遅かったです。産経新聞にもあった内容を抜粋すると、佐藤正久座長は会合で、党が一つの方向性で重点政策を作り、一段高みの議員外交をやっていく時期に来たと主張したという感じで、この発言を見ると親中派がはびこる自民党内の改革を期待したいですね。また4月末までに中間提言の取りまとめを目指すとのことで、そこでどれだけ具体的な方針が打ち出されるのかが注目されます。しかし外務省の抵抗や二階氏の反発は避けられないでしょうから、党内ではうまく立ち回ってほしいところです。これだけ両国関係が親密で地理的にも近い国なのに、長きにわたって国交がないというのは不自然ですよね。日本政府にはお隣とその親分と国交を止めてでも、日台間の正式な国交樹立を目指してほしいものです。さて今回の最後も特にいい映像はありませんでしたが、冒頭でも紹介した素敵な映像が公開された日台交流協会 Facebook の URL とヒゲの隊長の動画 URL も説明欄にリンクを貼り付けておきますので、お時間がある時にでも見てくださいね。話は変わって、個人的に早く台湾に行ってみたいんですが、一泊だけじゃ味気ないし、かといって超絶人見知りのうちのトラを数日間ペットホテルや知人に預けるわけにもいかず、だからうちのトラが家に来てからはどこに行くにも一泊以上したことがないんですよね。悩みどころです。以上、台湾関係はいい話がつきませんよね。